シータを助けたいんだ。シータ天空の城ラピュタはシン・ゴジラの続編です。続編？早いよ言ってるの。はい、新横浜スエバトイズカフェチャンネルへようこそ。やってるのね。店長のケンちゃんです。今日はですね、天空の城ラピュタについてちょっと話したいと思います。せーの、バルス。バルス。はい、ということでですね、天空の城ラピュタはシン・ゴジラの続編なんじゃないかっていうことですね。はい、シン・ゴジラで最後に尻尾から巨神兵らしきものが出てきました。帯から出てくるんですけども、それが巨神兵にそっくりなんですね。天空の城ラピュタに出てくる巨神兵に、そっくりで、で天空の城ラピュタって風の谷のナウシカの前の話っていうのが有名じゃないですか。風の谷のナウシカにも天空の城ラピュタに出てきたようなあとが残骸があったりとか、あとはあの未来少年コナンにはあの天空の城ラピュタのその残骸みたいのがあって、それまたその後の話だから、天空の城ラピュタって未来の世界なんじゃないかなっていう、今その昔のような古代文明の古代で発達した文明の話かと思いきや、未来の今自分たちが生きている未来の話なんじゃないか、ラピュタやナウシカは。そのきっかけとなったのがシン・ゴジラの出来事、核兵器によって生まれたシン・ゴジラ、ゴジラの帯から出てきたものが巨神兵になって、なぜか天空の城に人間が住み出してしまって、そこで巨神兵たちが人間よりもさらに進化をした高度な文明を作って生きている、それが天空の城ラピュタなんじゃないか。庵野秀明さんはやっぱ宮崎駿さんのことを師匠だと思ってるので、まあ、シン・ゴジラは天空の城ラピュタの前日談だという気持ちで作ったのではないかなと私は思うんですが、皆さんどうでしょうか。シン・ゴジラと天空の城ラピュタのつながりについて皆さんいかがでしょうか。よかったらコメント欄やいろんな皆さんの意見をお待ちしております。ということで、まあ、ルパン三世にもね、あの巨神兵が出てきたりもしたんですけども、ぜひ皆さんのご意見をまたお待ちしております。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた。それと天空の城ラピュタで、主人公の声をやっていた田中真由美さん、劇中では、海賊にはならないでって言われても、僕は海賊にはならないよと言っていました。しかしですね、その後、大人気漫画ワンピースのルフィ役に抜擢されまして、海賊王に俺はなると、はい、真逆の言葉を言っていて、将来的には、海賊王になってしまっているという、面白い展開もありますね。シータを助けたいんだ。40秒で支度します。